千葉雄大のラジオプレイ皆さんこんばんは千葉雄大です今日も始まりました千葉雄大のラジオプレイちょっとあの気になることがもう生まれてしまったんですけど今なんか笑いましたよね僕がタイトルコールしたらなんで笑ったんですか なんかやっぱこうオンオフの切り替えがさすがだなと思ってこの Q が来た瞬間のね <laughs> 先月ね初めてですよあの本当に僕の,あのファンクラブ内であの生配信をやらせてもらったんですけれども見てくださったた方いかかがでしたでししょうかそこでねいろいろあったんですけどグッ,ズをあのグッズの発売を発表させてもらったんですけれどもまあね生配信っていうのもまあねこうバージンなわけじゃないですか。 だからまあドキドキしてたんですけれども、まあ、グッズをねこう一生懸命みんなで考えて作ったのでそれをご紹介できたというのは本当に嬉しかったんですがここでもね改めてグッズをご紹介していきたいと思います、えー、まずはですねこのコースターねはいこんな感じになってますこれちょっとこうパッケージもこだわってやらせていただきましたこれはなんかまあ、ね 飲み物置いてもいいけど、こう飾ったりしてもね。そうですね。おしゃれですもんね,ね。おしゃれですよね。はい、はい。ぜひよろしくお願いします。えー、それからですね。あ、ま、これね。アクスタ、アクスタ。これ、みんなあれでしょあの、持ち歩くん、持ち歩いていただくんだよね。あ、そうなんですか。あれ、アクスタではなく。飾ってもいいし、あの、例えば、旅行だったりとか、行った時に、こう一緒に。なるほど。いるよ、みたいな。千葉太郎と。そう。ぜひ、お出かけしてください。 あとはこうおはがきのこのポストカードとかねこれもね結構いろんなこだわってあのこのラインのついてるやつはあの僕がこう電車のレールみたいにしてあのこうお手紙を書くラインにしてほしいっていうのをお願いしたりとかそういうのもこだわって作らせていただいております。これいいよねでもなんか 好きな、ねうん、のよ、これ。いいですね、やっぱり。そう。やっぱり好きです、それ。やっぱりいいよね。うん、この本当に形首が出てるのがマジで最高 <laughs> <laughs> <に>重要なポイントですよね。重要なポイント、お気に入りでございます。あと、こう、ステッカーの詰め合わせ。あこれ,これ,これいろいろね。こう、ラジオにまつわるステッカーがいろいろ入っております。これはまあ、携帯に貼ったりしてもいいしね。はい、もちろん、そのまま取っておいてもいいと思います。あと、これね。 このキーホルダー、プレイルームのね、プレイルームのこれ結構こだわりましたよね。あのまあいわゆるこうホテルのね、あのねホテルの非鍵についてそう質感もねこういろいろ、あとこのフォントね、これはマジでこだわりましたから、これはぜひあの鍵つけていただきたいですよね。そうですね、それはいくらでしたっけ？二千二百円。 2200円になっております。いやもちゃんも,もちろんご購入いただけるんですよね。そうですね。うん、あのー、4回払いぐらいにしようかなと思いますね。2, 4回払い。はい、<laughs> だそうです <laughs>。<laughs> <laughs> あとこれねエコバッグ。これかわいいよね。これは結構あの女性スタッフ陣の方でご,ご好評それのピンクの柄はどうなってるんですかちょっとカメラに。これはあの、はいえっと バナナが下を向いてます <laughs> <laughs> この,あの商品名も結構みんなこだわってめちゃくちゃ考えましたよね、はい、だからそこもね楽しんでいただける、はい、これは下向きバナナっていうのついてるんですけどね, <laughs> ね上気づいたら上向いてるかもしれない確かにそうですね、はい、<laughs> そしてえーこちら T シャツですねこれ千バラジの T シャツこのロゴがあってロゴが入っているはい こちらの YouTube でご覧の方もあの買える T シャツになってて。しば、ね、らじっていう文字もちゃんと,と。そうなんですよ。ここに書いてある。入ってますので。はい。ぜひ。そして、こちらがファンクラブ限定の T シャツになってるんですけれども、これ、マジで可愛いよね。このロンティこれ、あの、僕ですね。はい、もうそっくり。どうですかそっくり。ね。ほんとに、丸みが。丸みが。丸みがあって。<laughs> かわいいんですけれどもこの文章もね、まあ、よく読んでいただいて、はいはい、こだわって作っておりますのでこれかわいいよねちょっとこうファンタジー、うん、遊び心がねふんだんに、うん、いいよね、はい、このパステルな感じとかもねそうですね、うん、ちょっと前はこう開けるか閉じるかちょっとあれですけど現場によって、ね、いは,はい。 <で> <laughs> それを言うとまた現場のさなんかいろいろややこしいことになるじゃないのあの現場では着れるけどこの現場では着れないみたいな全部楽しい現場ですよはい、はい、あとねこの T シャツでこだわってんのがこのね後ろのこのタグね「千葉商店」っていうのを書かせていただいてこの「千葉商店」はい、商店っていうのはねあのグッズの。 なななんてていいいうか公式ストアみたいな感じの名称にっるこちらぜひ覚えていただいてあのこれからまた新しい展開をしていけたらいいなともうブランド持っちゃったみたいなもんだもうブランドっていうかもうセレクトショップですかね、はい、ショップを持ちました、ね、そうアパレルショップ持っちゃいました,ました、ね、僕千葉商店、はい、ご引きによろしくお願いいたしますそんな感じで、えー、こちらのグッズはすべてオフィシャルサイト内のストアからご購入いただけますのでぜひチェックしてみてください さあ、ここからはいつも通り行きましょうかじじいのじじはジジネタのじじということで僕にまつわるニュースから世間のジジネタまでいろいろなことについてフリートークするコーナーです。ということで今回お話ししたいのはですね、あのー、発表になってるんですけれどもすでに映画「もっと超越したところへ」の裏話を さんにお話ししていいいきたいと思います、はい、えまだ公開はね来年なので、はい、まあちょっとこうそこまで詳しくっていうよりはま,まだね小出しにしていきたいですから、うん、少しねお話ししたいんですけれどもまあ、ま、舞台根本修子さんの書かれた舞台の,、はい、あの映画化ということでめちちゃくちゃく台本がまず面白かった、ねでまあ、その展開とかもまあ楽しみにしていただきたいなと思いつつあの、まあ、役どころとしてはなんか。 あ,のあざとかわいい男子っていう紹介をされててこれちょっとびっくりしたんですけれども「<laughs> あのそ,うそうだったんですね」みたいなあの感じ確かに、まあこの役柄についてもまだこう発表されてないっていうことは、まあ、いろいろこれからねいろんな展開があるのかもしれないので、はいまあ、僕からはあんまり言いませんのでお楽しみにしていただきたいなと思いつつ、まあ、このねあの映画の「 出ますよっていうのが発表になった時に宣材、まあ、写真っていうのが出るじゃないですか、はい、でこの宣材写真っていうのはね僕はもうファンクラブサイト内で皆さんに選んでいただいたのを2種類使い分けているんですけれども今回の,あのもっと超越したところへの宣材写真は黒い衣装の宣材、はい、写真が使われていたんですけど、はいはい、これはあの僕が選んだというよりは岩本ちゃんに選んでいただいてるのでこういう使い方は。はい、今回はあのどういった経緯でトムの まあ雰囲気にどちらが近いかということで、なるほど。あのそうですね。今回はちょっと黒の方が役として近いのではないかという。じゃあこのあざと可愛い男子ってご紹介されているけれども、はい。いやもっちゃんからちょっとこう匂わせのあるこの衣装からの役柄についても、そうなんです。皆さんに考えていただけるということですねです。本当にあざと可愛いのは黒の方ですからね、本当に。そうなんだ。はい。 あ見るとこが違いますね。<laughs> いいマネージャー持ちました。ありがとうございます。<laughs> <laughs> ちなみに撮影中の裏話やエピソードって書いてあるんですけども、はい、あのまあたくさんねあのキャストの方発表になってましたけども、うん、僕はあのシュリちゃんと一緒のシーンが多くてですね、はいはい、その中でお話ししてたらなんとシュリちゃんこのラジオ見てくださってる聞いてくださってるそうです。すびっくりしましたね。びっくりしました。岩本ちゃんに対する目線が結構芸能人を見る目線ですね。<laughs> 岩本ちゃん。 みたいな岩本ちゃんって呼んでくださいましたからね。ね。ありがたいです,いですけど、うん、ああいう時どうしたらいいんでしょうねなんかどうする<の>反応するのが正解なのか。いや反応は別にいいと思うけど、はい、結構その言われる機会が増えてきましたね、はい、岩本ちゃん。そうですね。現場であのこの前のご取材いただいた時のライターさんからもね,ね聞いてますと。<laughs> 言われて意外と若いんですねと言われました。何歳ぐらいだと思って聞いていらっしゃったのかね。結構やっぱりその芸能人化しても、そのうちあのジャパンミュージックエンターテインメントの。ところに岩本ちゃん。乗るかもしれない。そしたら僕マネジメントします。いや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 。お持ちつ持たれつでいきましょうということで、まあ映画の公開、来年なんですけれども、楽しみにしていただけたら嬉しいです。ということで、イジオジジーニュースでした。 僕、勉強です。お子さんは僕のことを好、好き嫌い好き嫌い好き嫌い好き好き勉強が好きになっちゃう、学研教室、無料体験この番組は、千葉雄大オフィシャルファンクラブをキーステーションに、全世界過去仮に向けてお送りしておりますでは、まずはこちらのコーナーからです 千葉大の白黒つけましょうかっこたまに混ぜましょうということで世間で意見が大きく2つに分かれるものについて基本白黒をつけつつたまには両者の意見を混ぜ混ぜした接中案も考えようというコーナーです。え、今回のお題はこちら待ち合わせ時間ぴったりに到着する電車に乗るのはありなし えー、千原地調べによりますと「ありが35%」「なし」が65%で「なし派」の方が多いという結果になりましたこれあの白黒つけましょう混ぜましょうのコーナー始まって以来結構な差がついてますね大差ですねこれは大差ですね、はいえー、今回はいつもよりねそのなんか差が大きいんですけれどもちなみに僕はですね、えーまあ、悩ましいけど「あり派」なんですね。はい やもちゃんどうですか？僕ももう全然アリ派というか基本これみたいなスタンスではいます、ね。はい白黒つきました。<laughs> <えー笑>違うんですよ。でもこのアリ派なし派が圧倒的ですからね。うん、ちょっとどういうご意見なのか。そうね皆さんの。ね、だいつも結構ここでディベートす二人でディベートすることが多いじゃないですか。はい、か今回はあのねあのプレプレイメイトの方たちと。 バトルですよ。ようでなし、ね、派の人とはね、だからちょっとみんなの意見をね聞いてまあ行きたいと思います。はい、ではこのまあ、どうしよう。僕たちあり派だからあり派からいく。そうですね。ね。一回ちょっと肯定していただきましょうか。はい、えー。静岡県プレイネームあやぽんさん、50代女性の方からいただきました。自分はなしだけど相手ならあり。日本に住む限り自分は10分前に行った方が安全だと思っているけど、別に相手がちょうどに来たって気にしません。 とということで、まあ日本はねた、まあ日本はねっていうか国境期間だったりとかまあそういうのは結構安定した供給をね、基本的にはでしていただけるじゃないですか海外と海外のかというかはい。だからだと思うんですけどうん自分はなしだけど相手なのはありだってそういうまあでも僕もそうかなどっちかっていうと。 だから自分が待つのは大丈夫だけど相手を待たせるっていうのの意味ではなしということですよね。にく電車で行というん、うのはそだねだからまあいいよっていうことだよねこの方に言ってるのはい、優しい優しいのかまあ肯定的ですねその相手に対しては。うん え続きまして東京都プレイネームポムポムムププリンプリンンさん40代女性の方から頂きました「これはありでしょう待ち合わせ時間に電車が着くということは数分後に間違いなく待ち合わせ場所へ行けるということじゃないですか待ち合わせ時間に間に合うように行こうとしてる意思が感じられませんか30分以上遅れてくるより全然ありだと思います」だって熱の入ったご、ね、意見いただきましたけれどもその通りだと思いますが。<laughs> <laughs> まあ、ね、この例えば音沙汰なしとかでその遅れるのとはちょっと違うしねう、はい、でもこの30分以上遅れてくるより全然あれだと思いますっていうことは、はい、30分以上遅れてくるのはちょっとどうなのかしらと思ってらっしゃるってことですよね。まあそうですよねってなった時に例えば岩本ちゃん、はい、相手が遅れてきますというのがあって30分以上ちょっと遅れます、はいはい、ってなった時待ちますか待待たたなないいいですね待たないはい それは例えばどどこここかかか行行くとということですすきますね、うん、本屋さんなり<ー>カフェなり近くで時間を潰せそうなところかもしくはもうなんか目的の場所が決まってるんであれば、うん、もうそこに一人でも行くかなと思います、うんまあね、僕は。僕も結構同じ意見でその、まあ、ご飯屋さん行くってなってそこを予約してるんだったら、はい、まあ先に入っちゃうし、はいうん、ただ俺ね先に入ってもね多分飲んではない待つそれは。 そういだからあれだよあの去年おととしかな誕生日にハライチの岩井さんに待って、はい、あのご飯をねはい、はい、誕生日に当日にご馳走していただいたんですけれども岩井、はいはい、さんお仕事だったんでね、はい、その収録の関係で遅れていらっしゃって全然もう手もつけずに「今来たとこです」って言ってかわいいでしょ <laughs> <laughs> そういうとこある、ね、本当に なんでしょうねあのー、申し訳ない気持ちになりますよねこっちは多分遅れていった方は、ね、ああそう、はい、え飲んでた方が良かったのかなじゃあ飲んでくれてた方が、うん、絶対よくないですかそってるこっちが遅れてるっ、うん、っててののに来待ましたっていうのがもう痛烈に感じるじゃないですかそれはなるほどね失敗したかうんじゃあちょっと。 岩井さんにリベンジしたいいと思いますもガンガン飲んで待ってる <laughs> <laughs> なんで遅刻する前提なんだ岩井さんが楽しいですけどでもさこれそうなってくるとさあのまあなんかどっかで潰す時間本屋さんとかっておっしゃいましたけど大人になってくるとさこういうなんていうのかな目的地のある遊びしかしなくないですかあんまり例えばさ学生の頃とかだとさなんとなく街ブラブラしようぜみたいな、はい、僕も学生時代あったんですけど大人になってからそういうのってあんまりなくない 確かにそうですねなんかそれちょっとセンンチメンタリーになっっちゃったんだよ、ね、何も何にも決めずに集合するってことが、うん、あんまりなくなってきてましたかもないよね何、はい、な,なら「え何しに行くの?」みたいに思っちゃうかかなんか悲しくなっちゃってそれが今度ちょっとよやってみようかなと思って予定のない遊びでもなんか知らない土地に行くとちょっと面白いかもしれないですよねああそうねうん で、東京ってなると、またらちょっとね、確かに、<laughs> ちょっと、なんか、その自分たちのね、なんか、時間を紡いできた、なんか、その変わった価値観がなんか、ちょっとセンチメンタルを呼び起こしてしまったんですけれど、ねうん。続きましてのご意見読みたいと思います。はい、えー、神奈川県プレイネームパンダのしっぽさん、女性の方からいただきました。ぴったりだったらありだと思います。今はラインで密に連絡をも取れるので、この時間に着くよとお知らせしながら、実況中継のように向かうのもいいかな。 でも多数の人との待ち合わせだったりすると揃うまでにタイムロスが発生しそうなので早めに行くと思いますまあでもまあ確かに人にはよりますよね状況とか。ね、なんですけどこれ気になるのはねあの実況中継のようにして向かうっておっしゃってるんですよ、はい、僕これすごいやるんです、ねはい、なんか「今何々駅通過しました」みたいな、はい、ちょっとこう、まあ、自分なりに面白おかしくなんか実況するんですよ自分の。 芝原寺の方からですね、はい、いいから早く来いって思っちゃいますって言われて、<laughs> <laughs> そういうご意見もあるので、はい、言い訳というか、そういうことしてんじゃねえと、うん、さっさと来いと、それ完全に盲点だったんで<か>、一人よがりのなんか気遣いだったなと思って。<laughs> ちょっと反省した確かに少しでもね罪滅ぼしをというか現状をね伝えたいと気持ちも分かりますけれどもなんかもう今電車の中走ってますぐらいやるけどそんなさねないじゃないんか確かにそんなわけねえだろって感じですもんね待ってたからしたら確かにだからまあいいと思うけどパンダの尻尾さんもねちょっとそういう方もいらっしゃるので気をつけてくださいということで有派の意見を読んでいきましたけれども続いて梨派の意見読んでいきたいと思います。 えこちらですね神奈川県のプレイネーム紀子さんからいただきました女性の方です途中で何があるかわからないから電車遅れるかもお腹痛くなるかもと心配性なのでそれに自分が待つのは一向に構わないけど人を待たせるのはその日一日追い目を感じてそんな気分になるからこれあの最後の方は我々とご意見が一緒なんですけれども、はい、この人を待たせるのはその日一日追い目を感じてそんな気分になるからというのにちょっとグッときましてわ、はい、かるよね なんかわかんない。あ僕はーあのー、待つよりは待たせる方がいいと思ってるタイプなんで。え、うん、ちょっと待って。<laughs> <laughs> あのー、一応アリ派のとして結託を組んでたんですけど、はいや、はい、アクリル板が生まれました。いやいや同じ派閥ですよ僕らは。いやいやだって相手を待たせるのは平気だけど、はい、自分が待つのは嫌なんでしょ。はい、俺は逆だもんだって一瞬しないでよ <laughs> ちょっとイヤモンちゃんどうしたのいやでもアリ派ですからまあそうねアリ派の好感度下がるな <laughs> 楽しみだぜこれ <laughs> いや俺はなんかでも俺も別にその性格がいいわけじゃなくて、はいはい、例えば仕事とかで遅刻しちゃう時があるとするじゃないですかはい、はい、まあ出、はい、し方なくだとしても、はいはい、なってもやっぱり なんか、例えば、遅刻した分際で、なんか監督から言われたのに、それどういうことですか、みたいに言うの。言えなくなっちゃうんじゃないかみたいなとかさ、<laughs> なんかさ、そう,そういうの考えちゃうときもあるよね。遊びでもそうですか。遊びだと、僕全然、あの、待つのも平気だし、はい、まあ、待たせちゃうし。だから、僕は、あの、何時に待ち合わせとかって、あんましなくって、はいはい、何時くらいとかにしてる。ああ、なるほど、うん。ちょっと幅持たせちゃってる。 なるほどでもそれも嫌だっていうご意見もありましたねさっき打ち合わせで,そうで、ね、確かにだから難しいねこれまあでもまあね岩本ちゃんの意外な一面も知れたところで <laughs> 続いてのご意見いきたいと思いますえ広島県プレイネーム野花さん10代女性の方から頂きました「学校で5分前行動10分前集合」と言われているのでダメだと思いますもうその通りですこれだってもうだってさ言われて育ったよね、はい、なのにこのにこざ、ま 悲しいよ5分前に余韻とかなってましたよね。なってたなってた <laughs> それそれで動いてたあのそうだよいつからこんなことになってしまったんでしょうねいやほんとよ時間ぴったりの電車に着くってことはさ、はい、間に合ってはないわけだからね、はい、そもそももう間に合うつもりがないってことですもんねそれもあるねあとさなんかこうまこれはまたちょっと違う遅刻の話になっちゃうけどさ、はい、あのー、なんか 寝坊とかかじゃなないのに、はい、なんか準備してたらあれもうこんな時間みたいになる時じゃないなんか髪の毛ちょっとやってようとかあと洋服とかもさこっちの方がいいかなとかなってたら、はい、気づいたらもう遅刻なのよめっちゃわかりますそれその時って素直に言うあのちょっとなんかいなんて言っていいかわかんないけそれって服選んでたら、はい、っていうのもなんか友達の間とかだったらちょっと変だし確かになんか俺なんて言っていいかわかんないから、はい、あの。 普通にちょっと見ち込んでるとか <laughs> るとかか電車しちゃうんだけど <laughs> でもだから、まあ、さっきのねあれで言うと変な言い訳をするなという,、うん、そうかことなのかもしれないですけどねだ5分前行動して10分前集合が守れないんだったらもう潔く謝れと。やっぱこう毎回それで気づいたら時間ギリギリになってるので、うん、もうだからそれすらももう読んどけよっていう確かにことを僕毎回思うんですけれども、うん、毎回同じことの。 繰り返し、わかる。なんか遊びだとなおさら遅れない、なんか。うん、まあ。めちゃくちゃ遅れますよね,ね。甘えちゃってんのかな。まあ、でも、こう続いていきたいと思います。福岡県プレイネームみいこさん、三十代女性の方から言っていただきました。ぴったりはなしかな。相手が先に来てたら、ぴったりだから、相手に文句は言われ、言われないかもしれないけど。ぴったりなのに、待たされた感じが嫌かな。っていうのがあって、うん、でも、これ、我々ちょっと、この、先ほどの。 プレーネームの花さんの意見にちょっと引かれてしまいましたけれども、はいはい、このぴったりなのにもなんか遅れてる感じんかぴったりなんだから時間ぴったりでいいじゃないですか。はい、なのになん,かなんか遅刻したみたいな雰囲気になってるけどみたいな時あります確かに。だ5分前行動10分前集合がちょっとあだとなってるところもある気はするのよ。確かかにこれだから じゃあ5時に渋谷って言われたら、うん、本当は4時55分に渋谷っていうことになってきますからね。うん、だったら4時,5時5分55分に渋谷って言ってくれればいいのに。うん、5時って言うから5時に来たら、<う>え、なんかもうみんな来てて待ってたよみたいな空気、うん、ってことですもんね。そ,<う>それはおかしい。おかしいよね。俺絶対お待たせとか言わないもんその時。それはおかしいです。それなんならあのピッタリに5時に渋谷駅に着く。 電車に乗ってても,もう間に合ってますからね。そうだよ。電車の。うん、まあ、渋谷には到達してるわけだから、ね。渋谷区にはもっと手前から電車入ってきてますからね。もっと言うと渋谷にはいるよって言いますから、ね。そう、まあ、そうだね。はい、はい。そういうことね。そういうことです。ただね、俺最近思うんだけど、大人になったら。はい、あの、いかなる理由であれ遅刻したら。はいはい、遅れてすみませんって、言って入るようにしてる。<laughs> 自分の遅刻もそうだし、はいまあ、い違う理由の遅刻も、はい、<laughs> どうするなんか、はい、ありでケツつけようと思ったけど結構なしのあれもなんか改めないとなと思いました、うん、だからもう学生時代のあれが全てよねきっとだうんでも大人になったら諸説ありなんだけどぴったりでいいんじゃないだからもう あのだから我々も譲るところは駅にぴったりにつくんじゃなくて目的地にぴったりつくっていうところでちょっと歩み寄ろうよであっちは5分前に来なくても許してよっていうところで歩み寄ってもらうっていうのと、うん、だからもう時間は時間ぴったりぴったり、うん、だもう俺も暗い例えば5時だったらもう17時00分00秒で合わせるわ、はい、OK じゃあちょっと行きまさ、ね、ええー、白黒つ、えー、きましたということで、えー、時間ぴったりに到着 <laughs> <laughs> なんかエコーを入れてもらったけどそのなんかなんでだろうなんかちょっとチープに感じちゃった今なんかんでもそういうことだよねそういうことですね,いいねこれはだからそうや白黒混ざりました混ざったのか,か これついてないのか、ま、混ざったじゃん混ざりましたねこれねあ<え>やみしたねはいぴったり、はい、で次回からもビシッと白黒つけつつたまにはグレーな折衷矢も出していく自由なコーナーにしたいと思います引き続き皆さんからのご意見ご回答をお待ちしております以上白黒つけまましししょょううたまに混ぜましょうでした次はこちらのコーナー千葉に花言葉言わせてみれば プレイメイトの皆さんのお悩みに僕がお答えし、最後に花言葉を添えちゃうコーナーです。ということで、今回もお悩みいただいております。シオらしいコーナーでしたっけこれ？え、そうだよね。いつもそうですもイケボでしょう。<laughs> <laughs> え、プレーネームハロニスタ斎藤さん、え、女性四十代の方からいただきました。山本さん、千葉さん、あ。<laughs> 千葉さん宮本さん番 <laughs> 番手がね番手俺一ゃかったら失礼しま千葉さん宮本さんん本こんばんは,こんばんは先日副反応に苦しむ中誕生日を迎えましたが恋人から連絡は来たものの誕生日に関する内容ではなくすっかり忘れていたようでひどくショックを受けましたもう年も年だし相手とも二桁超えの付き合いなので別にいいかなという気もしますがなんだか悲しくて。 何もかもどうでもいいやという気にもなったりしています。あんまり考えても仕方ないので、前向きに考えるようにしていますが、何か励みになるような言葉をお願いします。だそうです。なるほど彼。は。あれですかね。副反応を心配し。しすぎて、忘れちゃったんですかね。そういうことですね。そういうこともありますよね。きっと。っとうう確かに。わかんないけど。ここでちょっと、じゃ、お話ししたいのはさの。誕生日って嬉しいですか。祝われるの。 まあ照れくさいですけどね嫌な気にはならないですけどね、うん、もちろんそのいくつになってもっていうところでどあどもう年も年だしっておっしゃってるんですけどまあでも30を迎えたくないですねえマジ、はい、それ32歳目の前にして,きて <laughs> <laughs> 本当やだ、三十。なんで。なんか嫌じゃないですか。え、なりたくない、俺すぐ、もうすごいなりたかった。なりたかったですか。うん、全然なりたくないんですけど。あ,あ、そう。はい、何、じゃ、いつまでも二十代の気持ちが、ね。気持ち悪い。はい、五度代になってもらっていいですか。<laughs> <laughs> <laughs> じゃあ、ああんまりあれかと、年を重ねることに対して、ポジティブな印象を抱いていらっしゃらないということ。岩本さんは。そうですねあ。そうなんだ。若くいたい。若く痛いたいです。 ね若いですもんねんかパーカー着ちゃってね可愛いってさっきさっきえもちゃんがね初めて見た顔があったんですよ僕あの待ってボイスチェックみたいのするんですよこの始まる前にふさいえもちゃんねこういう口してたのかわいいでしょやっぱこう単刀似てくるのかなやっぱりあなるほどね染みついてくるのかな汚染されてるよということでまあねでもこういろいろありつつこの方に花言葉を送りたいと思います。 えこちらえクリスマスローズの花言葉です追憶私を忘れないで、えー、こちらのクリスマスローズにはですね追憶私を忘れないでなどちょっとセンチメンタルな気持ちにさせる花言葉が付けられていますクリスマスローズの花言葉の多くは中世のヨーロッパで騎士が戦場に行くとき自分のことを忘れないでほしいという願いを込めて恋人にクリスマスローズを送っていたことに由来しますいや これれは忘ないいででほしもんねねそうす彼にはね俺は誕生日を大好きだからマジで祝われたいしって思ってるんですよだからいくつになっても嬉しい別にもらえなくたっていいプレゼントとかいらないけどおめでとうという言葉があれば言葉もそうだしなんか集まったりとかそういうの好きは好きですねまあ気持ちのね問題というか気持ちの面が一番嬉しいですよねそういう。だから まあ大丈夫よなんかきっと副反応にね先ほども言ったけど気を取られて忘れちゃったのかもしれないし、ね、大丈夫かなっていうのが一番に来ちゃったんでしょうねうきっとうんあともしあのハロニスタサイチさんがあの誕生日を僕みたいに祝ってほしいメンタルだったらもう年を年を出しとかあの言わなくて大丈夫です本当にいくつになってもねい,いいと思いますよ僕は、はい、え続きましてプレイネームマユリンさん女性20代の方からいただきました 私は高校の頃から7年以上好きな人を忘れられません高校時代に振られているし次に進もうと何人かお付き合いした方もいるのですが頭の片隅には彼がいてなんだか悪いことをしているような気持ちになりますいっそのことあってもう一度こっぴどく振ってもらいたいのですが向こうも気まずいのか私のことを避けているのでそれも叶いませんずっと苦しいです千葉君諦めの悪い私に花言葉をください7年以上7年以上 これはでもなんか、さっき聞いたら、あるあるらしいですよね。はいえー、この、何人かと付き合いをされてるわけじゃないですか、マヨリンさんは。あ、その彼が生き。期間も。ってことですね。今でも忘れられないでしょ、はい、だけど、付き合う。たときに、その彼が片隅にいるんだって、はい。付き合ってる相手がいながらも。そうジュディオングの世界だよね確かに。でも、あるあるっていうことなんですもんね。好きな男の腕の中で。違う男の夢を見る。 あだよ私の中でお眠りなさいなん <laughs> <laughs> どう岩本ゃんどうでもこれは別に言わないだろうけどね、はい、その前もって忘れ,られない人がいるのとかは相手に言われたらってことですかそういや結構いや言われたらじゃなくて、はい、そう思われているかもしれないという現実についてあだからもし彼女がいて、うん、でもしかしたら彼女もこういう状態なのかもしれないってことですよね めっちゃ悲しくないですか <laughs> めっちゃ悲しいすよね。<laughs> っていうか別にいいけどもうあの墓場まで持ってってくれって思いますよね。あそれれ言われたら最後だね、うん、確かに、はい、まあ難しいよねだからよくさでも、はい、その割には言うのがさ、はいあの「前の恋を忘れるには新しい恋だ」みたいに言うじゃないですか。っていうんけどこの人がやってるのは正しいわけよ。はい、難しいね。 そうです、ね、進もうとしてらっしゃるけれどもっていう、うん、そうそうそうなんかでもな会うこともなかなか叶わずなそうだしねでももうここまできたらさ、はい、もういいんじゃない突き進んでいっちゃえば、うん、と思う私があなたに贈る花言葉はこちらです。えクリスマスマローズの花言葉でで追憶私を忘れないで えー「クリスマスローズ」にはこれはもうさっき読んだんでちょっと割愛しますけれどもいやこれまたちょっと先ほどとは違う意味合いでして、はい、もうなんかいいと思うもうそれをオープンにしちゃってもうあのお相手に対してですかそうあと好きな好きな,好きな7年以上好きな方に対してはい、はい、もう秘めたりとかしなくて、はい、もう全部オープンなるほどもう嫌われてもいいから自分の好き溢れ出る好きをもう私は忘れないでっていう白黒はっきりさせてくれというスタンスで。うん 行うこか。だもしかしたらそれだけをしたらそんなに俺のこと好きになってくれるんだったらって殺っていくかもしれないし、いやマジで無理だからって言われるかもしれないし、どうですか。なんかまあでもあの三年経てば忘れますよっていう意見もあるし、やっぱこう十年ぐらいはあと三年ね引きずるものなのですかね。何かあったのかやっぱり結構強くおっしゃってましたから。そういう意見もあるけれどもそういう僕 はそのゴリ押しパターンをちょっと押したいと。なるほど、うん。だって辛いよこの状況。辛いですよ。ね、でもうれや,やましいね。そんなに好きになってもらえて。なんかさ総じて恋の話が結構多かったじゃない？はい、そういう季節なんだろうかね。冬に肌寒くなってきて、人肌恋しい季節にどうですか人あ恋しいですか？めちゃくちゃ恋しいです。<laughs> <laughs> ちょっと笑いすぎじゃないですか <laughs> んな,なんか岩本ちゃん <laughs> 恋バラなんて普段しないじゃないですか我々2人で <laughs> 全くしないですよね,ねそういう季節ですよね、はい、皆さんもね温めてくださいなんか自分を自分で、えー、悩めるプレイメイトの皆さんお悩みは解決できたでしょうか是非千葉雄大に解決してほしい花言葉を授けてほしいというお悩みをお持ちの方はどしどし送ってくださいねお待ちしております以上千葉葉に花言葉言わせてみればでした続いてはこちら バーチーのバチバチバッチコイこちらは皆さんからの普通オタをご紹介するコーナーですどんなお便りでもバッチコイということで今回おはがきもいただいたのでご紹介したいと思います、えー、プレーネーム11月の風鈴さんからいただきました千葉さんこんにちは山本さんこんにちはこんにちは えー、10月23日の NHK「正義の天秤見させていただきましたサイコパス役というのでしょうか狂気じみた犯人像がよく伝わってきました人間の心の暗黒な部分邪悪さがすごく出ていましたね千葉さんが役者として新たな一面を見せてくれたことを嬉しく思います今後の活躍を楽しみにしていますどんな千葉さんでも大好きですアバランチ見てます千葉さんのかっこいいパソコン操作じっくり見たいです天才ぶり存分に見せてくださいありがとうございます 正義の天秤見てくださったそうで。ありがたいですね。ありがたいです。サイコパスでしたね。なんかわかんないのね。やってた。やってると。<laughs> 結構えわかんないね。本当に。かにだからさ別に笑ったりするシーンとかあったじゃん。ん普通に笑ってんだけど、それがなんか気持ち悪いですね。とか言われ、あだって。もう現場で言われたからね。なんか今の気持ち悪かったですね。みたいなえ <laughs> なんか？あとさ。はい なんか結構新たな一面っておっしゃってくださってるんですけど、はい、まあ確かにそこまでやったことはないかやったことないかもしれないんですけどん本人的にはそんな気はしなくってなぜかというとサイコパス役似合いそうですねって死ぬほど言われてんのよ俺なるほど裏で。なるほどで喜んでいいのかなんのかわかんなくなるのよそうなってくると気持ち悪いですねいや褒め言葉ですみたいなさなんか。 あのやっぱり目に光が宿らない感じがすごいなと僕は思いますけどね見ていて普段は宿ってるでしょだってあのそうキラキラさせる時とさせない時のこれ何か使い分けてんのかなって思うぐらい目から光が消える瞬間があって自覚ある時もあるけど自覚ない時もあると思う分かるかります分かりますさすが 本当にありがとうございましたプレイネーム歴史大好きえいちゃんからいただきました50代の方です、えー、千葉さんこんばんは,こんばんは先日東京での開催東京で開催中の古代エジプト展に行ってきましたほとんどが日本初展示のものばかりで素晴らしかったです千葉さんはエジプトが好きになったきっかけは何ですか、えー、私は歴史があってロマンがあって好きですということでうーんあいいですね羨ましいまずはここも行きたいです けどまだ行けてないんですけど自分が好きになったのはでもそれこそ不思議発見とかが昔から好きだったんですよそれでエジプトとか見てあとあのー、自分のあのー、中学校か小,小学校だ小学校のなんかそういう博物館とかに行く時あるじゃないですかそこでエジプト展に行ってそれがマジで楽しかったのよ、ね、多分あんまりそういう目で見てる 子供たたちいなかっと思うんだけど同級生僕すごいそこで心打たれてしまってそっからですねだから理由っていうよりはもうんかもう一目惚れみたいな感覚かなそういう感じでもずっと好きなんですねあの「ハムナプトラ」とか「インディ・ジョーンズ」とかから入るのも僕はんかどっちかっていうとそっちですでもそれも入ってたあれはもう面白いですよね子供ながらになんか。 あ、ンヤちゃんもその二つ見てらっしゃいます見てます見てますハムナフトラとかさ、はい、すごいよねすごいまあもちろんなんかアドベンチャーというかねうん、うん、映画として面白いなっていう子供ながらの入り口から今見ても絶対面白いですしね、うん、本当にあと本当に動き出すんじゃないかって思うようなものいっぱい見ましたからねエジプトでまた行きたいな行けるといいですねまた、うん、その時はヤンちゃん行かなかったですもんね そうなんです前回は、ね、僕はご一緒できず僕はもう完全に一人であの一旦人でっていうかねあのチーム不思議発見の方たちと一緒にいつか一緒に行けたらいいね本当ですね、うん、プレーネームシンパイジャー95さん四十代女性の方からいただきました 千葉くんこんばんは,んばんは突然ですが千葉くんは子供の頃いたずらをしたことはありますか私は5歳くらいの頃泥をうんちの形にしてトイレットペーパーを添えて道のど真ん中に置き即座に近くのマンションの3階まで駆け上がり通行人たちがうわこれ人間のと騒ぐ様子を階段の隙間から見ては一人腹を抱えて笑い転げていました一体自分は何をしていたのか理解に苦しみます千葉商店のいたずら話聞きたいです <laughs> これマジでやりたかった。今でもできるか。すなんかユーチューバーの走りみたいな気がす、ね、<laughs> そういうことなのかな。<laughs> 千葉少年のいたずら話はですね。あ、はい、のデパートに家族で買い物に行くのが割と日曜日の習慣みたいなところがあったんですけど、はいはい、その時にエスカレーターの手すりに鼻くそをつけて、はい、それが一周して戻ってくるのをずっと見てた。で、はい、遊びましたいやく。<laughs> 最悪。子供の頃の話ですよ。<laughs> それ怒られたけどね、確かに、やめなさい。いたずらやな。戻ってくるのよ、ちゃんと。<laughs> <laughs> これ、おすすめです。あ、おすすめします。<laughs> いや、このいたずらちょっと。やりたかった、ちっちゃい時。<laughs> 今やったら、割と許されない。感じしますね。ししね見つかった時、最悪ですよね。最悪ですよ。でも。 いいねこうい,いいと思います理解に苦しむっておっしゃってるけどすごく発想の力のあるね確かにお子さんだったんじゃないでしょうか続きましてプレイネーム、hey! さん10代女性の方から頂きました千葉さん岩本さんこんばんは,こんばんは私は体育の時間に柔道を今やっているのですが畳の上では裸足ですその時になるのですがふと。 男子の方は毛が薄い方が好みとか濃い方が好みだとかそのようなことはあるのかなと思ってしまったのでぜひ千葉さんと山本さんに教えていただきたいです毛はどうですか好みありますか毛はどこの部分の話なんでしょうねまあ足って書いていらっしゃいましたっけいや足とはちょっと書いてないんですけどまあご想像にお任せする感じでまあまあまあ,まあ、まあうん トータルしてって感じです、ね。トータルして,て大丈夫です。僕はあのつるつるが好きです、ね。<laughs> トータルよ。と、何にも言ってないじゃん。トータル,ータル,ータルって笑ってるだけなんだから。トータルですよ。うん、はい。わか,かる。僕はあの普通で大丈夫。何 <laughs> のじゃ、あ僕も普通にします。いや、でも、ダメです。もうすぐ。<laughs> 岩本さんはつるつるが好きです。はい。皆さん、本当に普通だ。ありがとうございました。以上、バーチンのバチバチバチこいでした。 えー、今回もたくさんの投稿ありがとうございましたここからはですね千葉雄大のラジオプレイ各コーナーへのお便りの送り方をご説明します千葉雄大オフィシャルファンクラブサイトのラジオページやファンクラブの公式ツイッターから各コーナーの投稿フォームにアクセスすることができます、えー、公式ツイッターアカウント名は CHIBAYUDAI FC FC ですまた阿が記事の投稿もお待ちしております はがきの送り方の詳細も同じくファンクラブサイトのラジオページや公式ツイッターをご確認ください、えー、投稿が採用された方の中からさらに抽選でこちら千葉ラジオリジナルステッカーをプレゼントしておりますはい、かわい皆、えー、さんぜひぜひ送ってくださいあっという間に最後のコーナーになってしまいました最後はこちら千葉太郎電鉄。 こちらは毎回最後にあるスゴロクコーナーでございますということで、えっ、ー、と前回は三即興リコーダー、あ十三十のマスだ失礼しましたえー、ここで止まってるんですけれどもいきます。お一、感謝を伝えよう。これ初めてじゃない？<ら>えっとこちらはですね。 リスナーの皆さにに超真面目に感謝を伝えてくださいあらいいですねなんか真面目にって言われて真面目に話すとなんかすごくふざけてるみたいに思われるかもしれないんですけど僕は本当にう偽りなく皆さんのことが大好きですやってんなえ もう拍手起きてますよ。これオンエアできるんですかやばい。R18 の <laughs> あの怖い色だったよねでも。ちょっと YouTube 配信できないかも、ね。<laughs> セクシーすぎて。<laughs> いやー恥ずかしいねなんか。改まるとねやっぱ改まると。はい。手出ちゃうなポリポリ。<laughs> 終わりです。<laughs> はい。どうでしたか。なんか、うん、すごい。 損した気分の回です。今日のハイライトは今も岩本ちゃんはツルツルが好きということだと思います。<laughs> はい、皆さん、岩本ちゃん、ファンの方はみんなツルツルにしてください。ということで、ありがとうございました。<laughs> ドローンします。